おはようございます。おはようございます。今ちょうど246沿いの青山ですね、表参道とかそこら辺ですね。今日はまあ比較的暖かいけど、今年は寒くなるんでしょう。もう戦々恐々ですよ。本当ですよね。乗り越えられるかっていう。でね、なんか最近私ちょっと気になってるそのストールのブランドがあって、なんかいろんなとこでちょいちょい目にはするんだけど、どんなブランドなのかなって思って、ちょっとその今回はそのショールーム行ってみようかなと思ってます。今日のファッション行きましょうか。はい、ジョンスメドレーとレショップと5525のトリプルコラボのカーディガンで、こっちが最近この冬ゲットした初コート、インナーが、アクネでパンツがザラですね。じゃあ早速こちらになります。よろしくお願いします。おはようございます。ちょっと待って、ちょっとしおさんのテンション今分かったんで、ちょっとおはようございますになっちゃったから、ごめんなさい。それいい。こんにちは。よろしくお願いします。株式会社 T-TIME 代表の入江と申します。同じく株式会社 T-TIME 大橋と申します。よろしくお願いします。どんなブランドなの？エレガンステージはですね、カシミヤの素材にこだわったブランドでございまして、2年前からスタートしております。本当最近すごいいろんなメディアでよく見るから、結構何年もやってるのかなって感じがしてた。おすすめのポイントっていうのはいくつかあるんですが、まずカシミヤなので上質な最高級な品質が特徴です。すっごい柔らかいもんね。ふわみととろみ。はい、ヤギを育てるところから製品まで一貫生産で作っておりまして。ぜひ一度巻いていただいてもよろしいですか。ぜひぜひ。あ、すごいあったか。この母の体内にいる感、この安心感。天然素材なので、やっぱね、このしっとりしたやっぱり巻き心地ってやっぱカシミヤが非常に特徴ですよね。これはどこで作られてるの？内モンゴルで生産されておりまして、何年もかけてヤギを育てる方、工場で働いてる工員さんとそういうパートナーシップをしっかり組んでですね、長年にわたってこれ高品質なマフラーを供給していると。この発色のいい色味ですね。マフラーの風合いと色味っていうのが非常に特徴がありまして、染めるのって糸から染めることが多いんですけども、弊社の製品はもう綿の状態で色をつけてますので、もうね、柔らかな風合いが出ます、糸で染めると硬くなるんですよ。毎シーズンテーマを作って展開しておりまして、今回はブリティッシュガーデンという英国のですね、そのお庭の色味をベースに展開をしております。首藤さんが巻いていただいているのはこれね、アンジェリカという花言葉のテーマで、いわゆる健康美ですとか、実際にあるそのお花なんですけども、菊からそういうグラデーション、綺麗な色味を表現した柄色になっております。緑も結構いろんな色があるんですよね。この薄い緑もあるでしょ。こっちの緑と、あと濃ゆめの緑と、とっても濃ゆい緑で、すごいたくさんのグラデーションがある。白も白でね、緑がかった白とピュアなホワイトみたいなグラデーションついてるんですよ。花言葉とかもさ、込められてるとさ、愛着湧くよね。じゃあこっちはこっちはこの黄色っぽいやつ、これはキムという花言葉、優しさですとか親しみっていう意味を巻いた時の雰囲気、まあこのカシミヤもあるんですけども、優しいようなそういった願いを込めて作った柄でございます。カシミヤのマフラーですと縦糸と横糸が走るんですよ。なのでこういうチェックでも交差するときにこう微妙な色味が出たりとか計算をしてですね、一つ一つ柄を作っております。結構ニュアンスカラー多いなと思ったんですけど、そのニュアンスってたくさん色使ってるからこそできるんですよね、色少ないと結構ね、バキッとしちゃうんですよね。それが柔らかいこうグラデーションみたいな感じになって、入江さん、この赤いのはアマリリスという、これ花言葉としては美しさなんですね、女性らしさが表現できるようなイメージを込めて作った柄でございます。なんかちょっと華やかになりますね、線のところもなんかパキッとしてないんですね。グラデーションっぽくふわっと、だからニュアンスが出てくるんだろうね、大きいとやはり差し色として使えますし、あまりこうコーディネートがうるさくなりすぎないようなチェックの大きさを考えて作らせていただいてます。色は1、2、3、4、5、6、7、チェックは発色展開。大きさってどれくらい大きいの？幅で70センチです。長さは？縦が190センチ。一回やっぱ広げてバサッといいですか？ちょっとドレープ出すってことですか？そうなんです。やっぱね、このやっぱ非常にやっぱ柔らかい風合いが特徴なので、ドレープを出して巻いていただくと、この首周りのボリュームとこう雰囲気が出るかなと。確かにさっきのやつちょっと違うね。チェックがこう波のようになるっていうか、さっきはもうちょっとストンってなってたから、赤色があると顔が華やかに見えますね。そうですね。ちなみにこれでおいくらくらいなんですか？税抜きで3万4,000円でございます。少ない？カシミヤで。カシミヤで悪いことしてんじゃないですね。あなた、後ろ暗いことはないの？一貫生産してるってことは非常にやっぱり重要でして、カシミヤの製品をですね守っていくカシミヤキャメル協会と言われる団体がありまして、この工場はですねそこに加盟している工場です。そこはエルメスとかいわゆるジョンストンとかですね、グローバルでその有名なメーカーがその加盟している協会ですので、それでは正しいものづくりをやっぱ長年こう続けているっていうのは一つのそれが証明になっています。良くも悪くもカシミヤって結構そういうとこ騒がれるじゃないですか。そうですね、値段聞いてお得だなって思う反面、ちょっと怖かったの、ちょっと突っ込んで聞けてよかったです、はい、それ聞くと余計このマフラー愛着湧いてきた。あとね、私今日聞きたかったのが、はい、冬って結構アウターいっぱい着るじゃないですか、はい、ガサッと着ちゃうと楽なんだけど、はいはい、いつも同じ服着てる人みたいになっちゃうじゃないですか、うん、マフラーとかストールでイメージチェンジ味変できたらいいなと思ってて、はい、で皆さんこれ見覚えがある方もいるんじゃないでしょうか。バーブアーの会の視聴者さんにバブアーはイギリスではバーブアーって言いますってコメントがあったから。なるほどね。こういったグリーンとイエローのマフラーなど合うんじゃないかなと。この裏地とこうしてますよ。いいですねこれね、この緑とこの緑がこうしたりとかして、はい、手術合計なバブアーがちょっと華やかになりました。そうですね。ちょっと黄色入るだけで全然違いますね、はい、後ろも可愛くない？ちょっとこの線と線バージョンアップしました、私のバブアーが。他にどんな巻き方があるの？はい、暴れてしまうっていう方もいらっしゃるんで、ラフに巻きすぎるとちょっとこう前を締めてですね、収まりよくこう巻いていただけたりもできます。ギュッと詰まってる分より、うん、暖かさが増す、ね、はい、またちょっとね外に出る機会も増えそうなので、だからだ、ね、去年の冬あんまり出れなかったから、ね、だから私もマフラー欲しいって言ったのよ。逆に紫藤さんのなんか巻き方をぜひ。私どうやって巻いてんだろう。こんぐらいかな。襟ちょっと抜き気味の後ろに入れて、ね、ガラッとして肩のラインちょっと下ぐらいかなくらいまでにしとくといいかなと。すごい楽なやつだったから。あ、でもね、そう僕もそうなんですけど、うん、冬はねもうこう巻いちゃいます。確かこれ巻き方は中学校で教わりました。あ、そうですよね。でもね、おかんからね。そうそうそう、ずっとそういうのやってて。でも割とここクシュクシュってするだけで、いろんな色が入り込んでるから、結構ニュアンスが出る。チェックの他にも入れさあるんですよね。こちらが無地ですね。あとフリンジのものをご用意しています。無地のものはチェックと同じサイズの70センチの幅の190センチです。無地ですとこれね非常にわかりやすいんですけど、この表面のねウェーブ波打ってのわかりますかね。わかる。これは何なの？カシミヤのやっぱ毛がですね非常にこう長い良質な毛を使ってますので、うん、こういったウェーブが綺麗に出ると。短い毛だと出ないんだ。はい、かいてこう不具合を出していくんですけども、短い毛だとですね切れちゃうんですよ。上質な毛なのでかいた際に毛がしっかり残ってですね、うん、こうウェーブをする表現をつけてくれると。光に合わせると光沢が出るっていう。ちょっとなりますもんね。触るだけじゃなくて見た目でもこういうのはちゃんとチェックできるようになると大人って感じしません？あ、これいいカシミヤねみたいな。ちょっとこれからどやります。色も結構すごいまたニュアンスカラーですね。はい、内モンゴルのその大地の色味をテーマにしてますので、空の色ですとか土の色とか、あとはニュアンスなグリーンとかも出してます。すごい綺麗な色ですね。はい。白じゃなく緑じゃなくペパーミントみたいな感じも。もするし、この色すごい切れそう。これは何をイメージしてるの？寒い時っていうのが夏に生い茂ってた自然のものが少しやっぱ落ち着いて、こうやってね、微妙なこうニュアンスの色になっていくんですよ。そこをイメージした色味になってます。面白い、聞くと楽しい。この緑は？これは夏の生い茂ったその草原みたいな。そうです。これは？グレー。この夜から朝に変わるですね。空のこの雰囲気、ちょっともやがかかったような。じゃあ赤ですね。今試され俺今試されてるって顔したモンゴルの方で食されてる赤い実があるんですけど、そのアニスベリーの色をイメージして選んでおります。はい、今天の声来ました。ありがとうございます。チャコール非常に人気がございます。スーツですとブラックとかグレーとかネイビーが多いんですけども、それぞれのスーツにも非常に合わせやすいと。急に業界のモテそうな人になった。急に顔がなんかこわばってきた。こういう時どういう顔していいか全然わからへんっていう。どうやってどうやってすいません、おんぶに抱っこで。すいません。少しクラシックな色でもあるんですけども、ちょっと急にクラシックでミラノ行った老舗の2代目感が出ましたね。これも非常にいい色ですよね。かっこいい。銀座の画廊にいそう。美大出身みたいな。伝わってる。伝われ伝われ伝われ。フリンジもあるんですね。はい、四方にフリンジをあしらっていまして、広げると少しね膨らみのある、うん、ちょっと折りが違ってる、はい、生地感になってます。違いません？ちょっとこう編み編みしてるっていうか、うん、よかったら一回ちょっと巻いてみたい。またニュアンス変わりますね。そうなんですよ。フリンジがデザインとなって、なんかいまいちこなれが出ないって人はフリンジある方が簡単にこなれ感出ますね。そうですね。このフリンジが気持ち短い。4センチのフリンジを主張しすぎずに、かつアクセントになるようにっていうので、うん、こだわりの長さに。そうよね。だってこれより長いとスターみたいになるというか、アクが強くなるけど、ないとないでシンプルになりすぎるから、うん、ちょうど4センチっていうのがベストバランスなんですね。はい、あと四方にあるのもポイントじゃないですか。そうですね。端っこだけは結構あるけど、はい、こっち側の面にもつけてるって結構珍しいから、はい、余計そのフリンジがでニュアンスつけやすくなる。これも値段一緒？27500円。27500円。さっきより安くないですか？はい、黒と黒、ブルー、ブラウン、ピンク、ライトでホワイトと。今年多分カラフルなロングコート流行ってると思ってて、私も一つゲットしておりまして。みえさん、これ合わせるだったら何に？はい、綺麗なブルーですので、まあやっぱあえてホワイトですね。これ私モテるんじゃないでしょうか。いや、私にないチョイスだったから新鮮です。あ、そうですか。おじさんってこれやりませんか？コート仲いいですね。そう、なんか猪木みたいじゃない？でもこれでも結構綺麗じゃない？うん、うん、巻いた時にやっぱ重さ感じないと思うんで、全然感じないです。なんで長時間巻いてもやっぱり軽くて、ね、巻きやすいっていうのは。これはどこで買えるの？今ですユナイテッドアローズのレディースのショップ様と、新宿伊勢丹2階のアーバンクローゼットというお店、あとはLショップ様、あとはエレガンセーゼのオフィシャルオンラインスタンもございますので、それでお買い求めいただけます。ぜひこれは一回触ってみてほしいなって思うし、ね、あとニュアンスカラーが優秀だから、はい、これも一回ちょっと実際見てほしいなって。はい、ジェイさん的にお気に入りカラーとかありました？どれもいいんだけど、私的には花言葉とか込めた思いみたいのをすごくこのチェックシリーズに感じたから、ここら辺はすごいいいなって思って、これは普通にバブアイもあったからいけるなって思ったんだけど、今この服にも合うから両方合うからいけるなって思った反面、これはこれで良かったなと思って。なのでどちらかっていうと、どっち？こちらの色味はコーディネートとしても非常に合ってたかなとは思いました。はい、これ俺の一番これ。俺の一番これ。23、ありがとうございます。決めてもらったけど。はい、というわけで今回エレガンテーズ見てきたんですけれども、皆さんの一番はどれでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとこういう巻き方もあるよみたいなのもあったら、ぜひ聞かせてもらいたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。このチャンネルではファッションを中心に、私が気になるあらゆることをお届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画こちらになります。そしてチャンネル画面にベルのマークがあると思うんですけども、そこを押してもらうと新しい動画がアップされた時に皆さんにお知らせが届くようになっているので、ぜひそちらも押してみてくださいね。